はい、トミーズチャンネルへようこそ。トミーです。今日は子供の体をこう操る、子供自身がですよ、大人が操るんじゃなくて、子供自身が自分の体をうまく操作する、操る、運動、まあ体操って言われてるんですけど、を紹介していただき、紹介します。で、すっごく単純です。足は軽く置いて、で、一本の棒がありますね。自分自身が棒です。で、ここ体の真ん中ですね、棒を折るみたいに横に倒して、横に横に横に、自分の真ん中で横に倒していきます。横に横に、体に神経を通すっていう運動ですね。自分の体をしっかり操作するための練習運動になってきます。横に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 、はい、 OK です。こういったもの、これをまあ、これが一応まあ神経を通すっていう運動にはなってくるんですけど、で、これ子供たちはもしかしたらうまいかもしれないですね。大人がすると意外ときつかったりもするんですけど、こういった形で自分の体を操る、操作する、これ運動とか体力の要素の一つなんですけど、とっても大切になってきます。やっぱり自分の体を操作することにおいて、まあ、いろんな QOL とか生活する上においてすごく重要にはなってくるので、とてもこれはいい運動かなと思います。はい、以上、今日は体を操る、そうですね、子ども自身が体を操れるようになろうっていう運動を紹介させていただきました。はい、以上、トミーズチャンネルでした。バイバイ。